これはですね、群馬県の桐生がベースなんですが、NPO の渡らせライフサービスとこう言ってるんですけれども、ここに立ってるのはですね、東武鉄道の桐生駅の前の元ビジネスホテルです。東武が持ってたここの敷地、東武鉄道の敷地です。でそれをここの NPO が土地は借りてんですよ。土地は借りてんだけど建物買ったんです、 NPO がね。お金ないんです、一銭も。でも買ったんです。なんで買えたのか、銀行から借金してんじゃないんですよ。先般ちょっと話した疑似地母債という方法で資金調達した。でこれ疑似地母債は次回の時に皆さんから事業アイデアが出てきた時に人物金情報の集め方の部分の中で解説します。こういうスキームですよ、こんな風に集めるんですよ。この渡らせライフサービスの代表は地元の和菓子屋さんです。かりんとうまんじゅう出して当てた、和菓子屋さんなんですけどね、若いです、私より若いです。でも和菓子屋さんが声をかけてもその疑似地母債でお金集めるとか東武鉄道と交渉するってなかなかうまくいかなかった。じゃあその疑似地母債でお金を集める時の代表誰にしたらいいかなって考えて、商工会議所とか既存のところに行ったらみんな首を縦に振ってくれない。で地元で信頼があって、あの人だったらお金を貸しても預けても大丈夫だねって誰かな、地域の寺の住職頼み込んでいいよ、檀家がいっぱいいるわけですよ、まだね。そう、まず檀家に話をして、そしたら今度商工会議所も乗ってきて、実はここを買い取って、老人施設にしようと思うんだ。でも上まで全部ノウハウないですから、とりあえずはデイサービスで1回だけやろう。で出資してくれた人たち何言ってるかっていうと、その疑似地母債って5年とか7年で返却するんですけどね、前に言ったように預貯金金利よりもちょっと高くて貸し出し金利よりもちょっと安い、間を狙う。今も金利が低いから、どっちにしろね、どうでもいい。そうね、分かった、7年経っても返さなくていい、いいよ。でもこれ疑似地母債っていうのは返さなきゃいけない、借りるお金だから債権だから返すんですよ。いや返さなくていいからさ、ある年齢になったら俺あそこ優先的に入れてくれればいいよみたいな。いやバーターじゃないんですけど、まあ、思いとしてはそんなのあるかもしれない。特に特養屋なんかが今待機人数が減ってますよって言ってるんですけど、あれ減ってるの何かって言ったら要介護の度数を上げちゃったから入れなくなってる人が増えてるだけのことで、絶対数はまだまだ足りてないんですよね。なので高齢者問題ってこんなことがあるよと。じゃあここはそれだけやってんのかっていうと実は違っててですね、これじゃあなかなか稼ぎにはなんないわけですよ、ね、一般的な高齢者施設って厚労省から日本全国統一の要は介護者の賃金、これは格差があっちゃいけないからってやってるんで、まあ、都市部ちょっと高くしたりもしてます。ほぼ均等なサービスだからっていう裏付けが、賃金が一緒って言われてるからすっごい安いわけだから離職率高いんですね。高齢者施設で働いている介護士の離職者は高いし、離職率は高いし、担い手も少ないから引き抜きにやって新しいとこ条件のいいとことか動いちゃってて抜かれちゃうとほとんどダメ。じゃあASEAN諸国からフィリピンからなんかできて介護試験を受けさせたなんて、言葉の壁とか試験のためのが受からないとか、いろいろここには担い手がいないわけですよ。で、なので就労もあんまりできない。で彼らはこんなことを始めたんですね。これ桐生の厚生病院っていうのは、ここに今車が止まって車椅子置いてますけれども、こっちにこう病院の入り口があると
おおよそね自分で運転してきて車椅子で病院の中に入る人ってあんまりいないわけですよ。大体誰かが運転してきて乗ってきて乗り換えて病院の車椅子使うか自分の使うか乗り換えてやるから、朝の時間になるとここが大渋滞するわけ。入り口で降ろして、駐車場が向こうにあるんですけどね、ここで降ろして駐車場行くからここに渋滞しちゃうわけで、病院も病院の看護師だったりとか病院の職員がこれをやろうとすると経費かかるわけですよ、人件費がね。でそこでこの渡瀬ネットワークの人たちは介護サービスというのを病院と提携してスタッフを常駐させたわけで、車がパーッと来ると病院の車椅子持ってってさあどうぞって言って持って行ってる間に運転してきた人は駐車場に車回して戻ってくるから、ここに止まってる時間が猛烈に減るわけですよ。患者さんを降ろすだけでいいんだから。それまでは運転してきた人が車椅子を病院の中に行って持ってきて自分で乗っけて病院の中に送って待合室に登録をしてとかって手続きをして戻ってくるから、ここに車がずっと止まってるわけですよ。当然渋滞しますよね。で、こんなことで病院との提携で介護スタッフを常駐させて、ここのまず混雑解消したことと同時に、患者さんにとってもさっと来て手慣れた人がやってくれてるから安心感があるわけですよ。送ってきた人は家族であろうとお友達であろうと基本的には素人ですからね。でこんなこともやって、さらには、何をやったかっていうと、ここの部分で、送迎サービス、これは自分の車じゃなくて送迎サービス、有料送迎サービスができるような福祉タクシーの資格を取って地域で動いてると、ボランティアなんだけれどもただ働きじゃないんですね、事業として成り立ってる。で当然さっき借りていた頭部からの部分の上も居住できるような施設になりましたし、その頭部の気流駅って本当に何にもないような駅なんですが、その中でもともと和菓子屋さんですからね、売店経営を担って、中でビールを売ったり、つまみを売ったり、まあ、乾き物を売ったり始めた。その動機は何かっていうと、いや東京出張するのに駅に行っても何にもないから手ぶら乗っても嫌なんだよね、向こうから来た人も帰りに、帰りちょっと一杯やりながら電車で帰るって言ってもないんだよねって言うと、そこで売店ができたこと結構ね回ってるんですね。で売店を作ったことでもって待合室やなんかもそこで整備して、当然今度は東武とコラボレーションしてるわけですよ。東武鉄道だっていいわけですよね、待ってる間それこそ赤城おろしの寒いところで囲いができて、あったかいところであったかいものが飲めるとかって、これ乗客サービスにもつながるわけじゃないですか。と言葉で言うとウィンウィンっていう関係で、東武もよし、借りる方の NPO もよし、乗客もよしってなると、今度は三方よしになるわけですね。売る人、買う人、使う人、社会よしみたいな。これ近江商人の話ですよね、三方よしって。だから近江商人って近江の国から江戸に物を売りに来て、売った帰りに江戸で江戸の物を仕入れて持って帰って、向こうでまた売るから、往復からで動かないわけですよ。売りに来るだけで空で帰ったら、近江の品物を江戸に届けて空のもので手ぶらで帰るわけじゃないですか、ないしは持ってきたものを運んで。これって運送事業者がみんなやってることですよね。今 A 地点から B 地点にトラックで持ってった時に、 B 地点から C 地点か B 地点から A 地点に戻るとき、空でなんかトラック帰ってこないですよね。行った先で必ず積んでまたどっかこう回ってみたい、積載効率って言いますけど、空のトラック走らせれば走らせるほどロスが多いわけですよ、みたいなことを実はこの中でもやっていたんですよと。で、高齢者対策、まあ話してるとキリがないので、そう、それから子育て支援では、これはですね、ちょっと前も話したと思うんですが、前原子育てネットワークって船橋市の
神経性っていうところの UR の50年60年経ってる団地のママたちが、任意のまさに任意なんだけど 不認可っていうのかな、無許可っていうとちょっとおかしいんですけど、そうではなく、あの市の施設を借りながらずっと子育ての支援をしてきてるんですね。私のナースになった娘なんかも最初そんなところに通ってたんですけど、上の子は幼稚園行ったんですけど、下の子はこういう子育てサイクルのとこ行ってたんですが、彼女たちがですね、今こんな紐引っ張ったりして遊んでますけれども、その市の施設が増築するにあたって園庭という庭がなくなっちゃう。で、子供を預かってて、子育て支援するのに外で遊べないってすごく辛いな、近所の公園行くにしてもいちいち、この辺もそうかもしれませんけど、縄に、釣り革みたいのをつけてこうやって歩いてったり、これは何の車でしょうみたいな加工を作ったやつで馬車の親分みたいなので押してったりね、ちっちゃい子だとみたいなこと、移動するのも結構大変なわけですよ。たまにはいいんだ。で、ここ実はですね、元こう傾斜になってて、調整地で池だったんですね、沼みたいな。で、 UR が建て替えをするにあたって、三井に土地を売って、跡地にマンションが建ちます。周りに戸建てができます。多分守谷の今の UR の古い団地なんかも時間の問題で取り壊してそういう措置を取っていく可能性はかなりあると思うんですが、賃貸にしろ分譲にしろあると思うんですが、ここの場合に実はここの顧問もやってるんですけど、最初に、県からの依頼で、県内の NPO だったりとかこういう団体、農業組合なんかも入ってたんですが、そこの事業促進のためのアドバイザーでこう県内各地回ってたんですね。その中の一つだったんです。で、しばらく経ってから、それはもう単年度の授業だったんで2年やって終わってたんですが、相談があって、実は今みたいな事情があるから新しい園舎のあるところに、建物建てたいんだけどお金がない、どうしたもんだろうか、土地もない、何もないわけですよ。ただその庭がなくなっちゃうから出たいという思いはあるわけ、それから経験があるわけ、何年も何年もやって、で今度は UR と交渉して、定期借地権って皆さん分かります、うち買う時なんかでも土地は50年とかなんかで借りて、上物は自分のもの、50年経ったら返します。その間地代は払います。で、ここも50年の定着で借りたんですね。で、やってる人たちが、40代から50代後半60ちょぼちょぼぐらいの人たちが担い手なので、50年先私たち生きてない、そんなので借りちゃっていいんだろうか、それからお金ない。で、ここも議事志望祭でお金集めたんですが、お金集めたはいいけど返せるんだろうか、悩みはいろいろあるわけですよ。未知との遭遇ですから、やったことないですから、みんな。で、その時に言ったのが、いやいや大丈夫ですよ、彼女たち何言ったかと、北海道からジャガイモ持ってきてみんなに配れば売れるよね、それで建設費を出そうってわけ。ジャガイモどれだけ売るんだグラム100円で売って100円は儲けじゃないよ、経費がかかってそのうちの何パーセントなんだよ、建築費どのぐらいかんの、4000万、ジャガイモ何百トン何千トンかな、もっと早い方法があるよ、近所に船橋とか津田沼の駅があって、あそこってキャバクラとかあるから、そこ行くとみんなだって売れるかもしれないよって冗談を言ってたんですが、そうではなくて、やったことはその議事志望祭で4500万集めようとしたらば、なんと2週間で集まっちゃった。さっきの渡良瀬ネットワークもそうなんですけど、やり方いろいろなんですね。で、当然ここ UR から土地を借るにあたっても、市の公園緑地化だったりとか福祉だったり、いろいろなところとこう連携しながらやって、結果として土地を借りました、50年間で借りました、園舎建てました、のびのび健やか保育です、
夏になるとあの水道のホースで水ぶっかけたり泥か遊びしてたりして、それがいいっつって来るのね、遠くからでも。それから、障害者も受け入れてます、乳児保育も始めました。で、一つ会議ルームみたいなところは高齢者用に、これは市が補助金出して借り上げの高齢者用のオープンスペースっていうのに市が補助金出してるんですが、そこにカラオケセットを買って、空いてる時間は好きに使ってくださいねみたいな、まあ、ちょっとだけお金もらってねみたいなことで始めたんですが、本当に園児が集まるんだろうかってまず不安があるわけ。ところが今話してた中で何か皆さんこうヒントとして湧いたとこあります？そのまんま UR の団地だったら絶対に集まんないですよ。高齢化率 40%何なんですから。もう単身の、高齢者でもって、見とられるのも分かんないみたいな世界だけど、壊してマンションにしてるから子育て世帯がどんどんそこに入ってくるんですよ。入居してくるんですよ、新規に。マンション購入者年齢30代、まあ、40代よりも30代が結構買ってったんですね、ここさ。そうすると当面10年20年は年長さんまで見ると回るんですよ。満杯増築しました。ここそれがさっき言ったマーケットとしてどうなのかって判断です。団地のままだけだったら無理です。でも UR が売ってくれたおかげで新たな入居者が出てきて、新たな子どもたちがそこに育ってきてますよっていうことなんですね。で、その後いろいろと時間が経って認定保育園になりました。認定、の子育て支援になりましたということで、こんなふうに、楽しいことをやってるんですけれども、これもさっきのね、高齢者対応と大して変わんねえぞって話なんですよ、やってることは。なので、これがちょっと前景です。あの後からできたとこで、こんなふうにまだ農家とかあるんでね、近所で遊んだりみたいなことをしているのがここです。なので、もしもねこういう構想があるよって言ったら紹介するし、私もここの部分は相当知識持ってるんで、いかようにでもできますよとの一つの例です。でもう一つは先ほど話したフローレンス、病理保育の話です。1分で分かるというから1分で分かるフローレンスを見ましょうか。彼のお母さんがナースだったんですね。で、親に相談したら、そんなんだったらいっぱい地域にいるからできるよねっていうあたりからこれが始まっています。で、これは音が出てるのかな。出てないかもしれない、すみません、もう一回ちょっと1分見てみます。まさに途中で保育幼稚園の中で熱出しちゃったりとか、酸素吸入をしなきゃいけない子だったりとか、何らかの、ものを持ってる、その熱出したりなんかじゃなくて恒常的に病気を持ってる子たちでも預かれますよっていうようなとこですね。すごく最初にやった時には品川区から始めたんですけれども、都内いくつかの区でこれ採用してます。最初やる時にはやっぱり行政も
重い腰だったです。なかなか腰を上げてくれなかったです。でも始めてみたらば、それこそ女性が活躍する社会とか、一度家庭に産休で入って戻るっていう時にこれがあるかないかって、えらい差ですよね。家族だけで見るって言ったらなかなかそうはいかないですもん。そういう意味では、この病理保育のフローレンスが提唱して立ち上げたことで、いろいろとこう変わってきてる部分があります。で、彼は、実はその後も国の諮問機関の委員とかをやっていて、やっと形になってきた一つが、眠ってる預金、預貯金で何年か銀行の本店管理になるじゃないですか。そのお金がものすごいんですね今で。それを補助金助成金に使ってこうっていうのがやっとこう動きが出てきてて、NPO 対象とかって言ってたのがいくつかのこう対象品目に増やしてるんですけれども、そんなことが起きてきてます。よいしょ。というのが、よいしょ、病理保育とかの認定保育園の一つの形です。さっきの部分は育て方の部分、これはいくつかのカテゴリーの、そしてこれはですね、商店街内の託児所運営をすることで、前にもちょっと話しましたけど、最初は近所の商店主たちが反対でした。うるさい、ね、うるさい、子供がギャー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 うるさい。ところが開いてみたら、送り迎えのママたちが惣菜買ったりなんかして、ないしは時間つぶしにお茶飲んでたりして、結果として商店街も潤っちゃった。だからこれも大冗談に空き店舗があるから、保育施設作るんでやらせてくださいみたいなことで突っ込んでいくとなかなかうまくいかないんですけれども、こういう事例を示しながら、こんなこともあるんですよ実はねみたいな、あそこの商店主さん、お宅も多分そうだし、私が迎えに来た時って帰りに野菜買って帰るし、魚買って帰るし、肉買って帰るし、いいんじゃないって言っても、商店街がすでに今言った生鮮産品がなくなっちゃってたら衰退する商店街の典型になっちゃってます。まあ守谷の中は商店会とか商店街って言われるものってどのぐらいありますかね。結構あります、多分ないでしょう。ゼロって言ってもいいぐらいないんじゃないですかね。ポツンポツンと昔からやってる商売やってる人いるかもしれない、まだね。ほとんど買い物はイオンですかね、とコンビニですかね、近隣のスーパー。いや、この間うちからね、この話をするのにどうしようかなってちょっと悩んでたんですよ、資料作ってて。守谷って多分商店街なさそうだな、この話は乗らないなって。なので次行きましょうやっぱりそうだった。でももしかしたらあるかもしれないと思って資料に入れたんですけど昔から何店舗ぐらいですか、ね、どんなお店がありますそこって。そこってどんなお店があります、その業種で言ったら。八百屋さん、八百屋、花屋さん、うん、あとジリカとか、ね、マッサージとか、最近商工会と、はい、あと保健所と、はい、公的なものがなんかで、その周りにって感じ。周りにでもこうポツンポツンと続いて、ポツンポツンと。昔の駅から、はい、その八坂神社、その大きな神社の流れ、はい、流れのところにポツンポツンとあると。あとその守谷の駅の開発とかがあったんで、その商店街自体がフューチャーされなくなって、やってんのかやってないのか分かんないような。商店街通って駅まで行けるっていう道はないんです。ああ、なるほどね。そもそも駅まで歩いていく人があまりいない。それもあります。みんな車で行ってポイって、はい、だから駅商売にならない。
すると駅の周辺で車を置いて乗り換える人と、家のそばで行くとコンビニっつってもきっと人通りそんなにないだろうからコンビニも出てこない。そうです。ちょっと周辺にポツンポツンとあるぐらい。買い物難民どころじゃなくて、皆さんのこの後の生活を考えると悲惨じゃないですか。ね、コンビニありゃコンビニ弁当って話もあるけど、それも買えないし、さっき言った置いていかれたジジイたちはこのあと自分じゃ作れないし、どうしようかなっていうと、さっきの子供ジジイ食堂に行くしかないね。ぜひ空き家対策の子供ジジイ食堂がちょっと必須かもしれないですよ。私乗れないんですか。はい、免許持ってないんです、うん、そうするとすごい大変でしょ。バスもそんなにないでしょ。1時間に2本、それも遅れてきたりする。そうすると歩くと25分。ただ買い物はうちはアクロスモールなんです。なるほどね。すごいんですけど、ただ駅まで行くんですよ。なるほどね。今だったら歩くの25分健康のためにとかちょっと自分を騙せるけど、そのうちに歩くの億劫になってくるっていうか歩行困難になってくる。あ、夏は嫌だね。そうですか。でこれはですね、じゃあこれは商店街というよりが駅前なので、すでにもうね森屋スタイルがやってることにも近いかもしれないんですが、神奈川県の江南台のタウンカフェといって、ボックスハウスって皆さん分かります？あの棚を貸したりとか、みんなが作った手芸のものなんか置いてあげて、売れた分の何パーセントかくださいね。で、月にいくらって取るところもあれば、年間でとかね、その手作りのものだったり自分のものをここで売ってくださいねって、要は物売りビジネス始める時の入門編みたいな感じねをやって、そこでお茶も飲めるぞっていうので江南台タウンカフェっていうのを実は作ったんですね。ここに書いてある小箱ショップやカフェサロンって。でこの江南台は当たったんですよ。何が当たったかっていうと、駅の前のビルの2階でオープンしたんですけれども、中に歯医者と美容院と学習塾があるわけ。今の3つの業種っていうか3つの機能って何がこのタウンカフェの当たりだと思います？ボックスショップもさることながら待ち時間もうピンポンです。学習塾迎えに来てって、そんなに早く来なくてもいいのにって、大体早くしてみんな待ってるよね。ある場所によっては車で迎えに来て渋滞しちゃっててしょうがないとかね。でもまさにこれ待ち時間のためにお茶を飲み、ボックスも待ち時間だからやることないから見るじゃないですか。と売れ、そこでやりたい人が出てきてって、要は好循環。今年の春かな、新川崎に、春じゃないや、11月24日ついちょっと前、新店を出しました。彼は始めてどう何年かな、5年ぐらいかな、そうだ、彼の奥さんもナースなんだ。で彼は YMCA かなんかで海外ボランティアをやってた人、結構パワフルで、当然のことながら自分だけでやってなくてスタッフ雇ってるから雇用も促進してる、人を使ってます。これも一つのポイントです。皆さん事業をやるときに自分だけでやる、仲間だけでやるっていうのと同時に、先ほど相談がありましたよっていう冒頭に紹介したみたいに人を雇う、雇用っていうのも重要なポイントです。最低賃金を満たすのか、あくまでもボランティアベースでどのぐらいにやるってやるのかは別としても、地域の中には経営側に回れる人と逆に従業員側に回れる人と特性があるんですね。誰がやっても経営できるって話でもないし、誰がやっても使われる側っていうわけでもないわけ。なので雇用促進っていう部分も
ちょっと考えたらいいかもしれないし、何かやるときって今言ったようなそこに何のニーズがあるのかな、待ち時間があるよねってものすごい重要な話でね、その人たちが集い、憩い、語らい、買い、逆に売りになってるわけみたいなこと。そしてこれはご当地というか茨城県の日立市です。これ日立製作所のですね、リタイアメントの人が中でもって地域貢献事業をしろと言って、最初は企業の中からね、半分やらされてやったんですけれども大繁盛なんですね。駅前に日立ってこう長い商店街があるんですよ。いくつかの商店街があって、駅降りると左側にすごいこう、宇宙船のような市の施設があって、右には日立製作所が作ってた、発電機の水力発電のモータータビンみたいなのがドーンと置いてあって、駅は、数年前に、すごく著名な地元のデザイナーが作った、熱効率のとっても悪い冷房は大変、大炎房は大変、中のサインは作っちゃいけないって言われて、その人が監修してるから作れなくて、どこでどう乗っていいのか分かんないみたいな素晴らしいデザイナーが、パリのルーブルもやったような日本の著名なデザイナーがやったんですけど、個人的には好きじゃないですよねデザインはいいのよ、デザインはいいんだけど機能って考えた時に駅のこれは違うよね。中に観光案内所とか売店があるんですけど、例えて言うならアイスクリームのケースってあるじゃないですか、よくこうお店に置いてあるケースね。であれが見えちゃダメだからってこのぐらいの高さのね木で囲ってあるわけ。当然子供は覗けないわけで、アイスクリームとかってこう中覗いて買うじゃん、覗けないんだよねでそこにあることのサインも作っちゃいけないって言われてるからないわけ。結構ね、悪口言ってても、しょうがないで、それは置いといて、この日立の桜カフェっていうのも支店出してるんですが、やはりボックスショップやってます。でクオリティの高いものをやってます。要はクララの紹介でやったみたいに、ただ私編み物好きだから持ってきて売りたいんだって、どっかのバザーじゃないんだからダメよね、ちゃんとしたものじゃなきゃお客さんはお金払ってくれないよね、それにふさわしいものですよっていうあたりでやっていて、これは日立で、近いか遠いかは別としても、もし時間がある方は一度見に行ったらいいかもしれないです。中でレストランもあってお昼美味しいです。ここ、託児施設もあります。子供遊ばせられながら、要はママがママ友と来た時に子供そこで遊ばしといて中で食事できるよっていうロケーションにしてある。でこんな風に物も売りつつ、これがレストランスペースで多分出てくると思います。この奥に、子供遊ばせ場があって、こうやってママ友来ても子供たち預けて安心して、食事できますよみたいなね。で、宅人とこはこれ出てなかったかな。いつもこんなに人はいませんいつもこんなに人がいたらもう大変。この横洋歌堂があるんですけど、洋歌としめ洋歌どうしようかっていうのと、駐車場側に医療施設が、医療センターが入ってきたんで、それこそ待ってる人来るぞで、逆にお客さん増えてるぞ。その人通りの少ない商店街にもかかわらずここは結構栄えてるよっていうあたりが、ここの部分でして、先ほど言ってた話と一緒ですよ。人が集まって情報が集まってつながれるスペースなんだよ、ベースがね。さっきのいくつかの課題の中であったじゃないですか。課題解決の一つのヒントがここに結構あるよ。でその中で、またキーワードが
相当同じものがあって、小箱ショップやカフェはいいとして、あらゆる世代の子育てを応援しますよ、グループのどっかでこう出てきた世代間交流ですよ、一人一人ができるの交換しましょうよ、町のにぎわいコミュニティからですよ、コミュニケーションからですよ、場の提供しますよ、ここに来てくれればいろいろと会うこともできるし、売ることもできるし、買うこともできるし、食べることもできるし、ワンデーシェフもここやってますから、作る人は週替わりだったり日替わりで、やったり、これ食事の提供ワンデーシェフっていうシステム皆さん知ってますかね。はい、普通はレストランとかなんかあって、作る人調理人がやっているわけですけど、それに一般の人たちがそこで自分の自慢料理だったりとか作って提供していくってワンデーシェフで、ワンデーシェフで気をつけなきゃいけないのは、家で作ったカレーがあるからって家で作って持ってって食べさせようと、それダメなんですね。食品衛生法と、それから保健所で許可が出ない、専用の厨房で作って提供しなきゃいけないから、そこで作んなきゃいけないんですけれども、そんなことも展開としてはできますよという感じですね。でこれはですね、実は静岡県のコミュニティビジネスの事例、なんでクララだとかなんか紹介してて詳しいかっていうと、ここも5年ぐらい通ってたんです。実はコミュニティビジネス推進協議会っていうのは幹事がそれぞれ担当権を持ってまして、私は茨城静岡長野を持っててですね、結構入り込んで、今もう予算ほとんどないで手弁当になってて行けなくなってるんですけど、当時はまだ予算があった。で、これなんかもですね、何なのって、このアクティブモコっていうのは商店街が買い物支援やったところです。電話で例えば砂糖1キロ家庭用の洗剤何々、肉何グラムっていうと商店街がまとめて配送してくれるんですよ。これも経済産業局の補助金でその車買ったりして、やったんですけどね、商店街が配送してくれる。から熱海スターっていうのは皆さん熱海ってご存知のように、一時期の社員寮があったりとか熱海芸者があったりとかってこう活況を呈したところからすると一気に衰退したところを芸術家集めたりなんかして、熱海の駅前から活性化をしてるんですね。皆さん熱海で寛一お宮の銅像があるのって知らない人います？じゃあ知らないね、いてもいいんです。それが社会問題になってるの知ってます？暴力、女性虐待だって。こうやって蹴っ飛ばしてるんだよ、下駄で。ね、撤去しろって言われてるんだよ、あれ。それこそさ、文学の世界で、樋口中将の世界で作られた、ある意味文化財的なものなんだけど、女性虐待だって言われて、ひょっとするとあれ撤去されちゃうかもしれない。いやね、いいのかなと思いますよ。国際化だとかはいいけど、ちょっと違うじゃない言ってることがあって、どっかの国の前の、大使館の前にある銅像もどうかなとは思いますけど、あの銅像が女性虐待って言われりゃ確かに高げたで女性を蹴っ飛ばしてる。でも恋込まれてさ、ねえ、行くのに俺の涙でね曇らしたような愛情表現でついてくるなって言ってる話なんだけど、虐待とは思わないんだけどね。その人たちに言われるときっと、そうになったら連れてってあげればよかったのにと思うのかもしれないけど、まあそんなことを熱海スタってのやってます。それからこれクララがこの間紹介した、組合ポストは郵便だとかの出せないところに出しました。三島コロッケっていうのは地域でもってのじゃがいも栽培、休耕農地、有給農地の活性化です。
そこでジャガイモ栽培して、コロッケ売ろう。美容室でも売ってるし、いろいろなところでコロッケ売ってる。そしたら売れて今度はジャガイモが足んなくなっちゃった。だから栽培面積増やしてった。そうすると休耕農地、有給農地の活性化で、よく6次産業って聞いたことある人いますか？6次産業、はい。6次産業って何かっていうと、農業、漁業、林業とかって1次産業って言うんですね。1次産業ですから、製造メーカー、工場だったり、こう物を作るところって2次産業で、サービス業とか小売業って3次産業ね。1と2と3足すと6じゃないですか。かけても6ですけど。で、6次産業化って言って、要は生産者、ここで言うとジャガイモ農家がコロッケに加工して売ることでもって、ジャガイモだけを農協とか何かに出荷するよりも付加価値がつくから収益性が上がるわけですよ、農家の。で、静岡県っていうのはその6次産業化ってものすごく力入れてるとこなんですが、茨城県もやってます。で、うまくいってるところは農業化から出てきたアイデアはうまくいってないんです。なんで？やっぱり栽培とかもこう生産物をやってるから、加工とかなんかの知識があんまりないわけで、やったところで今度はデザイン性だったり味付けだったり値段だったりっていうところでなかなかうまくいかない。でもサービス産業だったりとか小売産業だったりとかからこう来たところのアイデアって結構うまくいってる。茨城県で言えば龍ヶ崎コロッケ、あそこも美容院やなんかでも売ってますよね。元気のいいおばちゃんが商店街で、龍ヶ崎でいろいろな味作ってますよね。で、一時期はガーッといって冷凍にまでして、駅で JR の駅でまで売ったけれども、ちょっとそれはうまくいかなかったですけれども、まあ町おこしにもつながってるぞ、龍ヶ崎コロッケいろいろな味で町歩きをしながらみたいなね、みたいなことがあるので、これも事例を調べたい人は静岡県コミュニティビジネスって検索かけると、サイトの中でこんなふうにですね、事例集がポンと出てきますので、詳しいことは後で、興味のあるところはここでこう見てください。結構いろいろやってます。先ほどのスポーツと関連して地域づくりやろうよとかですね、これ法人夢未来群馬って山の中なんですよ。山の中で何もないようなところで道の駅風なものやって、すごくこううまくいってたりね。遠州夢クラブってのはこれちょっとポシャっちゃったんですけど、酒屋さんが始めた事業で、ここもちょっと変わったジャガイモの産地なんですよ。浜松なんですけど、地元じゃなかなか食べられない、ほとんど築地に行っちゃうようなジャガイモ、羽物でポテトチップ作った。で、ポテトチップスって、なんちゃらのポテトチップスってこう袋に入ってんのって、乗っけたのがベルトコンベヤーでずーっと油の中を上げてきて出てきて乾いて大量生産してるわけ。ここのポテトチップスは釜揚げポテトチップスで、一個一個じゃないんだけどカゴの中でこうやってるから、芋の風味がそのまま残ってるの。一時期はね、横浜から浜松まで買いに来てたようなものもあったのね、限定なんで。で、ここもそのジャガイモ足んなくなって作っていろいろ商品開発してたんですけども、ちょっと今ね、下火にはなってますけれども、そんな酒屋さんが何で始めたかっていうと、酒屋さんは大手の安売り屋さんだったりとかチェーンストアでも衰退しちゃってる、それこそ守谷で酒屋さんありますかあったら、さっきの商店街より少ないかもね。酒屋ですよってやってると思う、もしかしたらゼロかもしれないですかねまた目が合っちゃったけど記憶の中でないでしょ。皆さんがこう通りがかりで酒屋見たことある人って、ほらいないもん。あ、いた、よかった。近所に結構ある。
あ、そう、ある、あ、そうですか、はい、あります、なるほど、米屋さん、酒屋さん、うん、タバコ屋さん、あ、ある、ある、ああ、うん、あ、タバコ屋さんでもあのこう中にビルの中入ってんじゃなくて自営のタバコ屋さん、昔で言うとおばあちゃんが座ってて入って、今もおばあちゃん座ってない座ってるおばあちゃんほとんどいなくなっちゃった、自動販売機で売ってるから、まあ、その辺がね、かつては規制があった業種ですよ、酒屋さん半径何キロ以内に出しちゃいけないとか、米屋さんなんとか、それも規制緩和でやってきて、コンビニなんかでも酒売ったり何か始めて酒屋さんなくなっちゃった、はい、というようなところで事例はですね、ここでこう見てもらえればいいと。で、これはもう毎回毎回載せてますけれども、参考にと。それで1時間取ろうとしてたんですが、また申し訳ないですが30分ぐらいでですね、このあと皆さんと同じ中でね、これは発表してもらおうと思ったんですが、発表は次回にするとして1分以上上げますからね本当はこれからの、30分やって、1分ずつって大体タイムテーブルなんですけどねまずは前回挙げた課題っていうのを紙を変えて、じゃあそれどうやって解決するの、中で1本絞ってくれればいいです。あの2つとか3つとか4つこう出てるじゃないですか。でそれじゃないテーマでもいいです。例えばじゃあ高齢化対策ここのグループやりましょうとか、ここ子育てやりましょうとか、買い物をなんとかやりましょうとか、ちょっと最初に話し合って、それだけをテーマにして、また1グループ2グループ5グループまで分かるようにして、同じような方法で今度解決策をちょっと話してみてください。ポストイットをどんどんどんと出しながら、前のはもう丸めちゃっていいです、前回のはもう丸めちゃっていいです、見なくていいです、うん、前回のはもう終わり、うん、もう終わりで、今日は次の紙、何やるかだけ、誰か今度大きい人が決めちゃっていいですよ、これって言って、全員が一致することはまずないですから、うん、全員が一致したら奇跡ですんでね。で、うん、それを題材にしてっていうのでもいいですから、本当にこれを突っ込むじゃなくて、そのテーマだったら私はこうですっていうのが分かればいいんで、ですね、約束事だけちょっと一つ、前回縦横出てきちゃったんで横に使ってくださいね、紙縦に使わないで横に使ってください。それで紙の一番上のところに第何グループって、そこの番号、1グループから5グループまでを入れてください。後で分かるようにだけ。で先ほどのように後から資料として使いますから、できるだけ太い字で書いてくれた方がいいです。鉛筆、ボールペンはちょっと読みづらいので、できるだけ大きな字で。ないときは事務局の方にリクエストしてください。おいと言ってたときすみません。
はい、はい、今回はこの前出たですよ、さっきの中からこれですよねっていうのがあった、こうしたらいいんじゃないのっていうのしたらいいんじゃないの、そうそうそう、うん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 、思いです、思いでも、こんな方法があるよね、こんなことがいいんじゃないの、だからテーマを一つに絞れば、あ、じゃあ、うん、それに関することでと、うん、方法はどうしたらいいのって、うん、そう、あとあのグループ名とテーマだけ書いておいてくださいね、何についてこう解決策を求めるのかっていう、空き家だと大問題になってるっていうところかな、私の中では説明してもらっていただきたいというか、それが一般的に皆さんにわかるようにあれなんで、空き家だとそうなってて、でそれに対して何が問題になってるか、それに対して解決したいっていう流れを作ってもらえるとすごいわかりやすい。あのグループ名と何テーマだけ先にこう書いておいてください。はい、はいはい、そしたら50分、はい、わかりました、はいはいはい、じゃあ言ってあるの、はい、ちょっと踏み込みで片付け、はい、じゃあ55分に完全に終わります、はい、あの一本だけ一色でいいです、ちょっとマーカーを、はい、黒でも赤でも何色でもいいです、一色でいいです、そうですね、あのタイムテーブルで言えばまさに今のリクエストでぴったり終わりましたねでここ端折っちゃいますから大丈夫ですでもやっぱり3回目になってくるとだいぶ和んでますよね、最初はなんかこうね、何味なんだろうって感じでしたけど、ここでこそね、あの最初の目論みのように年齢バラバラ、地域バラバラで、うんうん、あれ同じで固まってたらきっと出ないですもんね。はい、ありがとうございます。着きますか、はい、
皆さんの中で途中ですけど、これだけ必ず書いておいてくださいね。グループ名と、何をテーマにして話しているのかだけは最初に書いておいてください。ここも時間切れになっちゃうといけないんで、グループ名とテーマだけ先に書いておいてください。東口の地点ディレクターだけがね、それだけ使いますから、ね、
忙しい。
業たちが、そういうのを進んでいる、作るっていう。もしくは場所を限定しておいて農家さんと契約しておいて、何曜日と何曜日は新鮮な野菜が来ますって、でそこに近距離のところなら柵を当てられて、それまでは見てくれっていう、毎日そんなに量的に食べないんで、まあ、週サイクルで何曜日からあるよっていう感じで、ね、一人の。たまにやる。ああ、そうか。これなんかだとね、場所によっては軽トラ市みたいなことやって、農家ほらみんな軽トラ持ってるから、あるこう位置の日を決めて、そこの場所にみんなで持ってきてもらってとかって、みたいなのも、その企画をこっちで出しておいて、出店料をもらうとかで、その事業費出して当然チラシ作ったりなんかするののボランティアじゃなし得ないんで、そういう工夫をしていくと、まさにコミュニティビジネスみたいな形になる。やってくれるリーダーになるとか、人材を人材をですね、情報がリストに欲しいなとは思うんですけど、個人情報とかで非常に出てこないして、私も仕事柄震災復興の時に、その団地の中でいろんな人がいるので、助け合わなきゃいけないので、そういう情報を、公にしたいっていうのと、なかなかそれを個人情報の方の関係でダメだっていうことで、そうするとボランティアの時は支援ができないと、その場合にどうやってやるかっていうのは、実践してても難しい。そうですね。その情報を持ってると社協しか持ってないんですよね。で、社協も外に出さないから、本当にそれこそ団地の中で単身者で行かなきゃっていうのに、どこにいるか分かんない。で、おぼろげながらいることは分かる。そういう面では社協と連携するっていうのも一つの、組織との連携ってやっぱりポイントですね。どことこう組み合わせるかっていう。いわゆるみたいな、それを教えるとその怒られるんですね、それを教えなかったら支援ができないので、これはもうしょうがないから、この範囲内では出すと、これが一番壁が大きいな、人材活動。そうですね。で、仮にそれをリスト化したとしても、外に出せないじゃないですか、知ってる人は私だけみたいな、でリスト作ってもあんまり意味ないみたいな。だからその情報を持ってるところとどう連携して緊急時にそれを開示してもらうっていう協定結ぶとか、それは個人じゃできないから、その中で団地自治会でやるとか、一棟でやるとかみたいな、ちっちゃいとか広げるしかちょっと現状は手がないですね。これはもう現実進んでるのね。それはじゃあ、市が補助金を出して、あ、でも家賃は無料って聞いてるんですけども、市がお金を出してるんですか？学生が現実に進んでるの。無料ですね。無
料で住んでるんですよ。ただね、そんなね、そんな知恵をもらうかもらうかも、ね、まだまだね、空き家いっぱいあるんですよ。でもすごいですよ、ね、本当住田さんがおっしゃるように現状でした。ま、全然知らんとね、それ全くわからんかった、ね。へんちょこりんの回答になりますよ。へんちょこりん、そこらがあやふやのままでね、それの話だって意味ない。でもその筑波大町の提携を町内会が出したっていうのはすごいことだと思いますよ。それを提案して、はい、ごめんなさい、はい、段差はありますけど、そうです、あの平屋の住宅です。はい、それではですね、多分これは今話して解決策が出てくるようだったら多分課題にならないはずなんで、あのいいんです、あのここで答えを求めてるわけでもなくて、解決策を出すにあたってのいくつかのハードルがきっと出てきたと思うんですよ、あの聞いてる中でもね。でそれを今度はどうクリアしていくかっていうのもファーストステップなわけですよ。一気に解決策がね、あのこの中でどこのグループででも明暗がピッと出てきたとしたらば、きっと誰もこの講座にも来ないし、あのもっと言っちゃうとすでに解決してるはずなんですね。でなかなか難しい、あれもこれも難しい。でそういう中で、今話し合ったことを今日発表しなくてって言ってるのは、ここで解決策が出てくるとは到底思えてないので、次回の時までに個別にね、今日話した内容じゃなくてもいいです、あの個別に持ってる問題意識があるじゃないですか。1回目に宿題でメール送っていただいた方、あメールは送ってないけれども心の中で思ってる方、それぞれが次回の時に自分だったらこうするんだ、一人じゃなくていいですよ、あのこうしたいんだっていうのを次回の時に持ってきてください。あの紙に書いて持ってきてくれてもいいし、頭の中で考えててもいいし、どういうことでもいいんですが、ただわからないだけはやめてください。あの何を考えてるかだけを知らせてほしい。でもしもすでに、こんなグループとこんなふうにやろうと思ってる構想がある、ないしは組み立てができてるっつったら、今こんな組み立てをしてるんだけれども支障があると、これはどうだろうかねっていう、相談ごと半分でもいいです。ただ何をしたいか、できることと役に立つことと社会にとって有益なこと、共感が得られることって違うよね、その自分が考えていることが共感が得られるかどうかの確認でもいいです。ここで話してもらうことで皆さんが、いやいやそれあなたに思ってるけれどもそうはいかないよ、よく考えた方がいいよっていうか、そりゃすごいねって、私も一緒にやらせてよっていう人が出てくるかもしれないし、この場をうまく使ってください。来次回はね、せっかくこれだけ各地域年齢層も多彩、30から80代も多彩、考えてることもそれぞれ、でも問題点は高齢者だったり子育てだったり医療だったり地域のコミュニティだったりっていう、ほぼ絞られてるんですよね、他の地域とそんなに違わない。で守谷素晴らしいなと思うのは、何回かお邪魔して言いながら、ここにこうずっと貼ってあるね、あの市民活動の部分って多彩だし、あのやってることもすごく有益でなんだけど、きっと結構グループの中ではちっちゃいかなって、もう少しこうあの横展開ってよく言うんですけど、あの地域でやってることがここで当てはまるかは別としても、もっとこうできてもいいのかな、そのためには仲間作りがちょっとうまくつながってないかな、来てる人は見てるから知ってるわけですよ、これやってるあれやってる、さっきちょっとこう漏れ、受けたまわるところによれば、あこういうサークルでこんな活動してるよね、私が言ったらばこれは高齢者しかダメって言われて断れちゃったみたいなね、みたいなことがこう聞こえたりするんですけど、そうじゃないよって、これ続けるためには高齢者だけじゃなくて若手も入れたら
事務作業私たちやってあげるし手助けできるから入れてよねってこうね入り込むとかね、みたいなことも含めてですね、次回は困りごとこう思ってんだけどここに支障があるでもいいし、いやもっと何かとないですかでもいいです。で、今日は、今書いた紙はですねどうしましょう、どっかに集めます、置いたまんまでいいですか。集めます、集めます、写真撮って、はい、で、それ集め方はどうしましょう、そこら辺に置くとか、はい、じゃあ一斉に行くと思いますが、ちょっと後の団体があるので今1、2分でも終わりにします。で、今日はお疲れ様でした。で、次回は必ずあのそれ言うの嫌だからって休んじゃダメですよ、あのちゃんと何かやりたいことを思って来てくださいね。それは解決策です、どっちかというとね、あの問題点じゃなくて解決策ということで、お疲れ様でした。大変有意義で参考になるお話をありがとうございました。それであの先生のですね講義にお話しいただいて、あの恒例ですけども拍手でこの授業を終わりたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ良いお年をお迎えくださいませ。新年またお目にかかりたいと思います。